今日は株農家さんの畑にお邪魔します。美味しい株の見分け方について聞いてみたいと思います。株の育て方について聞いてみたいと思います。それでは行きましょう。収穫 GO！ 市川さん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。ということで、今回は株を生産している市川さんの畑にお邪魔しました。株を植える際に種から植えるんですか、はい、それとも苗から植えるんですか。株はね、種から植えます。種をまいてそれが育った状態です。収穫できるまでに大体どのぐらいの期間がかかりますか。今でしたら50日ぐらいで、9月の中旬にまいた株ですね。で、もう今10月末で収穫始まるぐらいです。美味しい株はどのようにして見分けたら良いですか。やはりどっちかというと生育期間がわりかし短い方が美味しいかなと思います。ちょっと小さめとかなんかの方が。で、種類によっても多少違うらしいですね。季節でね、夏早く負けるとか。それは季節によって味が違うということですか。若干違いますね。で、どっちかって言えば寒い時期の方が美味しいみたいですね。暑い時期の方が硬い感じですね、株がね。だからこれからもうずっと秋冬ってずっと美味しいんじゃないですかね、株がね。こちらの株はもう収穫はできるんでしょうか。もうそろそろ収穫できまして、今朝ワイワイ出荷しました。よろしかったら、収穫の方お手伝いさせていただいてもよろしいですか。お手伝いしてください。ということで、今回は市川さんの株の収穫をお手伝いさせていただくことになりました。これ形がなんか結構尖って、暑い時期だと尖っちゃうんだよね、はい、うん、寒い方が丸くなる、うん、だからこれからなんかはね、もういいですよね。この時期だとまだやっぱこのぐらいの大きさが一番大きいサイズになるんですか。今このある中では大きいサイズですね。まだね、1週間ぐらいすればまた一回り大きくなって、もう少し丸くなりますね、株が。ちょっと今とんがってますけど丸くなります。この株ってどう食べると美味しいとか、おすすめな食べ方とかってありますか。私はね、それをきれいにあってね、スライスして、それをと酢とめんつゆを半々で1対1でそれをねかけとくとすごく美味しいご飯のお供になりますね。で、株がもっと大きくなったのはスライサーでスライスして、でちょっとお塩してその水気を絞ってそれから漬け込むと美味しいですよね、はい、昨日はね、里芋、それからさつまいも、それとね、かぶと、それから冬瓜、そういうものをこう入れてシチューにしたんですね。それで美味しかったですね、うん、今回は美味しいかぶのことをいろいろ聞くことができました。かぶをスライスして生の良さを生かしたレシピを考えたいと思います。かぶの葉っぱまで丸ごと使ったレシピを作りたいと思います。かぶの可愛らしい形を、生かしたメニューを作りたいと思います。それでは実はご飯お楽しみに。